ディアちゃん、高校で学ぶ保健体育のうち、保健分野に絞ってクイズを出すよ。全部で5問割るからね。ボンと来い。第1問、パソコンの使用に見られるように、目や指先など、体の一部分を使う活動が多くなった現代において、起こりやすくなったと言われる、体の一部分の疲労を、何と言うでしょうか。局所疲労。第2問、私たちが持つ欲求などの心の働きを司る器官は大脳ですが、特に食べたいなどの欲求やイライラするなどの情動が起こるのは大脳の中のどの部分の働きによるでしょうか。大脳辺縁系。第3問、交通死亡事故が起きる状況は若い世代では二輪車や自動車に乗っている時が多いですが、65歳以上の高齢者ではどんな状況が最も多いでしょうか。歩行中。第4問、特に職場や学校において優位な立場にある人が逆らえない立場の相手にすることで問題になりやすい、他の人を不快にする性的な言動を何と言うでしょうか。セクシャルハラスメント。第5問、アスベストや鉛など様々な種類がある、大きさが 0.01mm 以下の大気中に浮かぶ粒子状物質を何と言うでしょうか。浮遊粒子状物質、 SPM。 すごいね、ディアちゃん、全問正解だよ。えへて、保険は得意なんだ。それじゃあ、ご褒美に美味しいかき氷を。わあ、かき氷大好き。あーげない。こんなもん、捨てちゃえ。ウェーイ。それじゃあ皆さん、ごきげんよう。ひどいよ。かき氷がかわいそうだよ。